皆さん、こんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、新潟西倫理法人会モーニングセミナーというテーマでお届けいたします。私はですね、3、4年前から倫理法人会のモーニングセミナーで、お話をしてくれということで呼ばれることが1年に3、4回ぐらいあります。それで昨年のですね、4月、ちょうど1年ぐらい前でしょうか、倫理法人会に入会しました。会場はですね、下越南地区ですね、下越南倫理法人会というところに入会したんですけども、そこはですね、五泉とか阿賀野市、っていう、新潟の五泉阿賀野市の、そういう地域がありますが、そこの会員の方非常に多いんです。で、私は新潟市東区ですので、そうですね、そこの会場に行くまでに、だいたい車で40分から45分ぐらいかかってしまいます。ので、残念ながらですね、私、1回しかまだ参加したことがございません。まあ非常にですね、申し訳ないなと思ったんですけども、その参加した1回っていうのも、実はモーニングセミナーで話をしてくれということで、参加したものです。さて、話は変わりますけども、5月の6日ですね、ちょうどゴールデンウィーク明けになりますけども、新潟西倫理法人会というところで、私、モーニングセミナーでお話をさせていただくことになりました。で、このモーニングセミナーはですね、別に倫理法人会の会員でなくても、聞くこと、参加することはできますので、もし、お近くにですね、お住まいの方がいらっしゃいますので、ぜひ参加していただけるといいなと思います。場所はですね、ナレッジライフですね。新潟市西区の善久というところにございます。昔のですね、新潟日報社の本社があったところのすぐ近くになりますね。ナレッジライフですね。そちらの方で朝6時からやります。だいたいですね、講話の方が、モーニングセミナーの講話の方が40分程度になります。それで、今回私お話しするのはですね、またいつも通りお客様との絆をどう作るかというテーマでお話しさせていただきます。実は倫理法人会では、ですね、ここ2年半ぐらいはずっとこのテーマでいろんなところでお話をさせていただいてますが、おそらく2年半前のですね、内容と今回話す内容はですね、若干ですね、変わってきています。なぜ変わったかというと、私もですね、お客様との絆をどのように作ったらいいかというですね、活動をほぼ毎日のように行っていますので、どんどんバージョンアップしたり、新しいことを始めたり、はたまたやめるっていうこともね、ございます。ので、これは前に聞いたなと思ってもですね、意外とバージョンアップしているので、新しい発見があるかと思いますので、ぜひご参加してみてください。5月6日朝6時から、新潟西倫理法人会のモーニングセミナーです。場所は新潟市西区善久のナレッジライフで開催されます。よろしくお願いいたします。